静岡ビール、富士の国限定、数量限定、麦芽 100% ビール。今日はこれで乾杯。お疲れ様、乾杯。帰宅後の一杯にぴったりだ。おつまみは桜エビコの桜エビチーズせんべい。エビコ。エビチーズ、エビチーズ、エビチーズ、エビチーズ。おお、美味しそう。あ、好きなやつ。こういう系。サクサクの食感といろんなチーズの香り。てなわけで皆さん本当にお誕生日をお祝いしてくださってありがとうございました。ありがとうございました。はい、プレゼントとかお花とかメッセージとかいただいてもう嬉しくて、誕生日の夜は平日月曜日だったので一人で飲みましたけど、誕生日当日の夜にちょっと疑似生配信みたいな感じでその素材をそのまんまこう垂れ流して見てもらった感じなんですけど、生配信やったらああいう感じなのかななんてことを勝手に想像しながらね、試しにやってみた企画でした。どうでした？1時間ちょっとあったのよね。1時間ちょっとあったんですけど、再生回数伸びてたというか、すごいみんな見てくださっててありがたいです。あんな感じで撮ってます、いつも。あの1時間はどうだったんだろうね長いなと思って見てたのかな、それともなんかゆるゆると一緒に飲んでる時間みたいな風に見てくださったのかな。まあ、YouTube のロケ行ったんですよ。で、まあ、バイク企画で行ってね。でもいろんなバイク乗らせてもらったっていう、そのバイカーズパラダイスに行って、本当にその名の通り天国のような思いをさせてもらって、すごく楽しく、もうひたすら楽しかった。気温以外はめっちゃ楽しかったです。とにかく寒かったんですけど、この時期にバイク乗る人あんまりいないよっていうぐらい、まあ、寒い中でのロケだったのであれですけど、でもあんなに寒くてガタガタに震えたのに楽しいの方がはるかに勝ってるったので、マジで楽しいロケでした。見てください。なんだろう、やっぱ好み、バイクの好みはあれど、こういうのをまあ乗ってみるかみたいな感じで乗ってみた車種が意外といいみたいなのがかなりあったし、乗ってみて分かるそのバイクの性格みたいなのも学ぶことができたので、またバイカーズパラダイス
通称バイから行って、いろいろ乗りたいですね。あとね、スタッフさんがめちゃくちゃいい人たちばっかりだった。足しげく通いたい、あそこ。てか塗装取ってないや。どうしよう。ああすごい。よし、さあ2本目、ボイジャーブルーイングスラスターセッションエールだって。中断します。はい、事情を説明しますと、夕方娘を迎えに行った帰り道でですね、爆睡しまして、そこから1回も起きないまんまこの時間になったわけですね。でそのまま朝まで寝てくれるかなと思っていたら、まあ、見事に起きたという次第流れでございます。なので横にいますが、はい、あの今この時間に夕飯をお会いできた、うん、パジャマ着られたんでよかったね。はいちょっとだけ飲んでもう寝かしつけます、すぐに。はい、てなわけで2本目、乾杯。美味しいな、フルーティーだな、ジューシーだな、なんだ、さあおつまみは、たしなめはあの YouTube スタッフさんにもらったシリーズの中の熱海のおつまみシリーズ、箱があったんだけどね、まあ、速攻箱をかさばらないしまい方のおつまみボックスに入れちゃったんです、すいません。これ中身です。あ、確かにピンク、ブルー、パーポーですねよく見てますね。はい、この3種類がありまして、これはスナック熱海頭皮膏、これはキスのほぐし焼き、これスナック熱海マイハギロール、スナック熱海めぐみ焼きえひれ。なるほど、ちょっとスナック的なピンクブルー、スナック的なね、こう要素を出してきたというこの私にぴったりなおつまみですけれど、ね、スナックめぐみ、スナック前は分かるけど、スナック逃避行っていうのがこのリアルな感じですね。すごいでしょ、うん、さあどれにしようかな。逃避行、今日は逃避行いただきます。あー、いい匂いだこと。あ、すっごいよこれね。ねえ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 、なになに、白目向かないで、あのね、あるある探検隊の完全にこう、なんだの時のね、目するんですよ、うちの娘が。はい、見てこのキスのほぐされた感じ、めっちゃおつまみに最適じゃん。美味しそうだね。いただきまひょか。はい、とろける、ほぐされてるから、まあ見事に口の中でとろけるわ。あ、この魚の香りと、何、美味しいの、うん、よかった。ママこれ何飲んでるでしょうか。
ちゅう教育だよな。ダメだ、いつもの普通の日常のあの娘との夕飯の晩酌の感じになってしまうと何も喋れない。ダメだ。ダメだ。今日はおしまい。ちょっと申し訳ないけどこれ飲み終わったらおしまいするわ。本当はね日本酒行きたかったんですよ今日は。なぜなら深川亮さんからいただいた江戸切子のピンク色のグラスがあって、島根のお酒もまだ残ってたから本当は日本酒まで行きたかったんだけど今日は無理です。はい、サクッと5分あとちょっとだけ飲んで娘のご飯が食べ終わるぐらいに飲み終わって、はい、今日は終了。うるさかったのか、あ、ごめんね。ちっちゃい声でこれから喋るね。ごめんね。あー、いい香り。いい匂い。なんで子供っていい匂いするんだろう。あー、なんでしょう。ビュー、うん、ビュー正解。ご飯食べよ。それなんだ。ビール。違う、これこれこれ。せん抜き。覚えたね、せん抜き覚えたね。混ぜご飯食べよ、混ぜご飯。混ぜご飯も食べよ。ダメだこれ。やっぱ子供いるといないとではお酒が全く楽しみ方が変わってしまう。これはこれで楽しいんですけどね。これはこれで楽しいんですけど、また落とした、ほらっていうことになるのでね、ちょっとまあでもこんな感じで横でご飯食べながら飲ましてくれる娘はありがたいです。ありがとね。え？みたいな顔されましたけど、ね、これ飲み終わったまま、こうあとちょっと飲み終わったら寝ようね。明日ね保育園休みなんですよ実は、うん、なのでこんなちょっと悠々自適にやってるんですけど、保育園に行く日だったらもう、あの絶対もうあの強制終了でね貸し付けてますんで、こんな日があってもいいよね。あー飲み終わっちゃったってなわけで寝ます。おやすみなさい。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。